皆さん、今日はですねサーキットに来て走行会に来てます。まあ普段茂原ツインサーキットっていうと走行会で見る車たちがいるはずなんですけど、今日はちょっと異様な光景なんですね。でこれジムニーでサーキット走行するのがなんか密かに流行ってるらしくて、僕もですねそこに混じってですね車のこのジムニー、僕もジムニー大好きです、軽自動車も好きです、車のチェックとなんか試乗できるっていうんで何台かもし乗れたら乗ってみたいと思います。さあちょっと今日はですねこの走行会主催しているレインボートの横さん、なんかちょっと今日気合入ってないですか。はい、自分でレーシングスーツなんか来ちゃって、ね、今日は走るつもりでレーシングスーツで、はい、はい、だからここにいるねジムニーの人たちも普段は多分ね山とかそのオフロード走ると思うんですけども、はい、そのまま結構みんなこのサーキット来るんですか。今日は割とそのサーキット走行でタイムアタックをしちゃうような、FR 仕様になっているようなジムとかがまあたくさん集めて、ね、はい、で横尾さん自身はでも基本的にサーキット多いわけでしょ。そうですね、この2台今はもう完全にもう FR になってしまって、ね、はい、どっからそんなおかしなことになっちゃったんですか。もともとこう僕も毎週のようにオフロード行ったりとか、はい、月に1回オフロード走行会とかをやってたんですけど、今残念なことにオフロード走行 その市場っていうのも実際のところはちょっと小さくなって、そこまで車高を上げないで、うん、AT タイヤとかで、うん、街中を乗っているっていう方がかなり多いことに気がついて、はい、ここはもう一層こうオフロード走行会ではなくて、サーキットとかをやってみても面白いんじゃないかなっていうところで、最初はちょっとお客さんで、うちの常連のお客さんだけ集めてやってみたらこれはちょっと面白いっていうことで、そこからこんなに集まっちゃったんですか。そうですよ。グーリンさん、はい、グリーンが好きなんですか。そうです、ね、はい、だからグーリン。だからグーリンです。だいぶ変わってますね。本当にアンドチューブラー。なんかこう自分の こだわりのポイントってある。これまず軽量化とか。どこやったの。まず屋根ですね。これ本物。これ本物です。すごいじゃないこれ。はい、すごいね。屋根を巨大カーボンにしました。これで 7.5 キロぐらい軽く。あ、そんな軽くなるんだ、はい、あとこのアンダースズキのステアリ。アンダースズキオリジナルステアリ。そんなのあんの。そうなんです。10万円すんのハンドルが。嘘。あ、でもドライカーボンです。あ、ハンドルもドライカーボン。ハンドルは完全にドライカーボンですね。へえ、あんだ、そんな商売してるんだ。そうなんです。この何この辺、この変なこの F1 のウィングみたいな、これ本物。これ本物です。どうやって手に入れたのこれ。これはですね、イギリスのレーシングパーツ売ってるサイトがあったんですよ、うん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 、偶然見つけて、はい、で、日本に輸入して。最近の話。2年前ぐらいなんですね。そうなんだ、はい、で、まあ、こうパッと見こうチューニングはもともともうこの仕様になってるんだ。じゃあそうです、ね、もうほぼこれでした。私が来てから変えたのはこのイグニッションコイルとこの T11 っていうものぐらいで、あとはもう前のオーナーさんがもうすごいやってもうリンクになってるし、リンクになってますし、エンジンも中もやってある。エンジンも中も分解やってあります。タービンも変わってる。タービンも変わってます。タービンも変わってるんだ。タービンもはい、IHI の B31 で、コンプレッサーは単造のビレットインフィラー。すごいね。で、排気側はかなり深めのカットバックが、はい、入ってます。あとこれは昔あったジムニー の J2 っていうグレード の4駆じゃなくて2駆のグレードがあったんですけど、それのフォーシング、フロントフォーシングに入れ替えているので、4駆機能はもう殺しちゃってて、ただの FR の車になってますね。足回りはレンボートさん のダウンサスですね。サスペンションに、ビルシュタインのショックアブソーバーつけてます。あとはトライフォースさんのアーム、前後アーム、をレインボートさんがちょっと手を入れたものですね。通称なんだっけ、ヒレックスアームっていう、結構皆さん入れる方いるんですけど、はい、ピロボール化したパーツ、一部ピロボール化したりとかですね。あとはスタビライザー系は一通り、はい、前後入ってます。さあちょっとね、雨が強いんですけども、このレインボートさんのデモカー、JB64 の、660のままなんですけども、ハイフロータービン、一応この T
定番の、まあ、フルチューンっていうんですかね、これね。そうですね、はい、リンクで、はい、リンクで全部制御した、レインボーさんのフルチューンのこのジムニーに試乗してみたいと思います。まあ、これエンジンもフルコンでね、あのリンク使ってやってるんですけどね、660でまあパワーってこんなもん、まあそうあるんだろうね。僕のノーマルのジムにこんな速くないからね、やっぱりな。トルク全然ないし、軽トラにトラックに抜かれちゃうんじゃないかっていうぐらいの感じなんで、それから考えたら速いかもしれないな。とにかくでもさ、これ FR でこれサーキット走ったら絶対楽しいよ。あの時にちょっとこう場違いな車が来たなと思ったんですが、実は乗ってみたら結構一番楽しかったという、このジムにこれサーキットでどんな走りするか、ちょっと雨ですけども楽しんでみたいと思います。なかなかね、削ってないよ、これすごい。このグリップ感というかさ、すごいよこれ。すごいフロント入って雨なのに。楽しい、これグリップがすごい。めっちゃめちゃグリップする。全然削れない。でね、こうフロントがすごく入るんだ、このフロントのクイックさ、すごい。切ってもさ、前がちゃんと入ってくし、リアが絶対抜けないのよ、これ。これがすごいな。軽さなのか、もともとこういう車体バランスなのか分かんないけど、これすごいな、面白い。これさ、まあ、ウェットでこれだから、ドライだったらもっと楽しいんだろうね、多分ね。いや、めちゃくちゃこれ土砂降りの中ね、めちゃくちゃ楽しいですよこれ。 やばいこれ、あのいやちょっとね、これ目からね鱗ですよ。いやパワーも多分いいし、車の軽さ警戒感もいいし、ブレーキも結構しっかり踏めるんです、このウェットで。いやドライこれね相当楽しい。でもこれフルドライでやっぱ乗りたいし、逆になんかこれジムニーのちょっとギア比かなんか変えて、なんかあのリアのグリップだけ落として、なんかこれドリフト仕様みたいのも作りたいなと、こう自分なりにね。ジムニーがこれドリフトしてたらかっこいいし可愛いだろうなと思って。でも結構あの見てると縁石乗ったりして、そうそう、わざとね、なんか起きないかなと思ってやるんだけど何も起きないのよこれが。縁石使ったり結構ね、ハードハンドルね結構こう放り込んでこうクイックに乗ろうとしても結構素直に車が動いてっちゃうから、これは本当にね、なんかね、みんながこのジムニーでサーキット来るのがね、ちょっとよく分かった。いや、ちょっとね、歩いてたら、これ、変なナンバー見つけたんで、
見てください、ナンバーもやばいけど、ほら、オーナーもやばいでしょ、これ、ほら。いいですよね、知床ナンバーね。俺、品川ナンバーの次に知床ナンバー欲しいもん、やっぱり。確か。まあ、そんなことどうでもいいんですけど。はい、すいません。佐藤さん、これこの23は、これ、どんな23なんですか、これ。F6 カプチーノのエンジンを乗せた感じです。そうですよね、これ、はい、ジミニのエンジンじゃないよね、これね。はい、そうなんですか。はい、ということは、これ何馬力あるんですか。150ぐらい。150馬力。じゃあもう全然違う乗り物なんじゃないですかね、はい、乗るんだね、そのまま。意外と簡単に。ミッションは、23の後期のやつに、はい、このカプチーノのエンジンをドッキングさせて、はい、あ、ホイールもレイズだこれ、はい、すごい骨董品なんですけど、これいいよ、ないでしょ、これ もうないサイズですね。え、 7G-15。 いや、これ欲しいな、俺もレイズのこのホイール。レイズさんが作ってくれればいいんですよね。いや、作ってよ、またレイズさん。レイズさんってこれね、でもまさか乗ってきたわけじゃないですよね。いや、レインボートさんに陸走をかけました。陸走で、はい、なんか意味あるんですか、北海道からわざわざここまで来る。いや、いや、答えてください、答えて。もう本当おかしな人がいるね、やっぱジムニー乗りってね。こだわりですか。軽量化、天井レインボートさんのなんかドライカーボン、ね、ドライカーボンだね、はい、すごいな。あの、走って、彼がドライバーなんで。あ、そうなの、はい、あ、知ってないの。いや、ちょっと運転手かも。追っかないんですよ、これ。運転手かも。バリッカー。追っかないの、はい、じゃあ、何が楽しくてサーキット走るの。いや、乗ってって言って強制的なんで。どんどん危なくされるんですよ。いや、普段はなんかサーキット走ったりしてるんですか。普段走ってます、はい。そうなんだ。じゃあ、まあまあ、お手のもんだね。まあ、うん、そうですね。はい。タービンさえ壊れなければ。はいはいはい。で、実際乗ってみてどんな感じなんですか。普通に乗用車みたいな面白い。走るんだ。なんかね、僕も64のさっき英文さんのやつ乗ったんだけども、とにかく何も起こんないっていうか、すごく車も素直だし、程よいんだよね、このバランスがね、エンジン。この車程よくないですね。結構やっぱり。結構ジャジャうまさ。へえ。同じです、はい、はい、全然面白いですよ、やっぱり、はい。さあ、今度はですね、ジムニー女子をちょっと見つけました。ジムニー好きなんですか。大好きです、ね、なんでジムニー乗ってるんですか、そもそも。私、足が結構なので、はい、うん、四駆乗って山とか行きたいなみたいな。すごいね。なんでジムニー乗ってるんですか、これ。もともとはもらったんです。あ、もらったのね。で、そこからいろいろ自分の好みにしていって、はい、レインボーさんと知り合って、はい、中をちょっといろいろパーツが出ればつけていったり。で、サーキットに来ちゃった。で、サーキットも走ります。いや、あなたもこれ、俺、この、ちょっとこれ、これ3代目。3代目あるんですけど、はい、1代目がオートマをもらって、で、オートマじゃちょっと物足りなくなって、ミッションに変えて、で、ミッションを日本平で崖から落ちて廃車にしてしまって、はい、3代目です。ジムニーの良さって何ですか。11が一番かっこいいですね。11が一番、ね、確かにかっこいいね。男の人に負けたくないんですよ。女だからって舐められたくなくて、うん、はい、舐められたくない。同じ土俵で実力の差が、まあ、垣間見えるじゃないですか、はい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 、それが楽しい。さあ、ちょっとね、やる気の1台見つけたんで、レインボーオートさんのお客さんのこのエキさん、はいはい、これ大丈夫ですか、こんなタイヤでジムニーにこう似合わない。そうですね、はいはい、まあ、意外とやっぱり、まあ、グリップが強すぎて、はいはい、負けるんじゃないかっていうよく言われるんですけど、まあ、逆にこう走り慣れてる人たちっていうのは、その
タイヤが、まあ、車体が浮く浮かないっていうところのコントロールを、うん、まあ、しやすくするために、まあ、あえてそのこういうハイグリップを、まあ、選んでるってところもあります。なんかちょっとコメントがしっかりしてますよね。ところでどっから来てるんですか？まあ、自分はあの北海道の札幌から。北海道、はい、北海道だったらこの辺は ますます開かないでしょ、こんなハイグリップなんて、ね、はい、スタッドレスでも開いてないんですよ、本当に。北海道から車を札幌が送って、ですね、今回はあの、はい、自分で船で大洗まで一回来まして、はい、で飛行機で札幌に戻りまして、はいはい、でちょっとまあ向こうで仕事があるんで、はい、で今回、まあ、その飛行機で、はい、昨日来て。ちょっとおかしくないですか、はい、ジムにいてさっき出するために車を送って実家帰って、そうですね、また来たんですか。そうですね。これジム2、3の、はい、年式で言うとどのくらいの年式なんですか。最終型の12、10型。そうなんだ、はい、ちょうど最終型なんだ。あの生産終了した時の在庫車みたいな。ほんとバカですね、こんなにしちゃってね。いやこれでも私新車みたいだもんね、車が。そうですね、まあ結構中の掃除とかも。いや、ちなみに独身ですか。独身です、独身です。あ、まあまだいいと思う。結婚してたらこんなことしたら怒られますよね、普通ね。怒られないですけど、あんた家から出てきなさいって お母さんにも多分追い出されちゃう、これね。そうですね。まあ、でもタービンはノーマルで。そうですね、はい、給排気をいじって、はい、まあ、将来的にはそのタービン中はまだやってます。やってんの。はい、単造ピストンと、あとはメタル、あとはポート、あとはその他はまあちょっと、まあ、全部自分でやったんですけど。自分でやったの。はい、エンジンも。エンジンも全部。大丈夫、壊れて。普段何やってんですか。普段は一応あの整備士やらせていただいてます。あ、はい、そうなんだ。これホイールはこれ、はい、レイズの。これはレイズの単造の。こんな光もあるんだ。一応これあの限定の19年ねえ、かっこいいねこれ。やっぱりいや、俺のジムニーにもこのレイズのホイールが良かったな。本当にもうなんで俺はなんかいつも普通のレイズのホイールなんだろう。俺レイズ大事にしてんのにな。こんな限定があるんだ。そうです、はい、かっこいい。既製品だとマイナス20までなんで、うん、125まで、はい、ねえ、そうだよね。ちょっとやっぱり外にこう来るよ、ね。はあ、いや、このホイールいいわ。で、これハイグリップ入ってる足回りどうしてるんですか。足回りはリンボットさんの、まあ、ダウンサクルキット、もう全部フルキットですね、うんうん、ホイール、ショック、ラテラル、はい、アームのブッシュ前後、へぇーというところで、一応もうサーキットアームとかそのいじってないけどね。アーム自体はノーマルですけど、そのブッシュは全部その変えてるわけ、はい、強化型に打ち替えて、そこまでして、そうですね、まあ、23だと結構よく、まあ、ボディがちょっと柔らかいよ、まあ、シナリオってまあよく言われるので、まあ、そこをまあそういうまあ強化できるところで、マジックしっかり 足腰をガシッと、このグリップ力を受け止められる足まで腰回りを作る、うん、これまあ前後ともやってるわけですね。そうですね、さあ今日はですね、レンボーオートさんの走行会にお邪魔させていただきました。まあ、あいにくの雨だったんですけども、まあ、これだけたくさんのお客さん、ね、しかもね、北海道、まあ、日本中からね、やっぱ俺ジムニー乗り、ジムニー愛のある人たちが集まって、ジムニーをね、本当に楽しんでんだなって、ちょっと久々ね、僕なんか自分が楽しみ、ワクワクするね、なんか今日撮影でした、本当に。このジムニー乗ってる人たちってやっぱいい人が多いんだな。僕変な人とかね、ちょっとおかしな人っていじったんですけども、いやこれね、これジムニーを乗ったらいい人になれるかもしれない。皆さんジムニー今ちょっとこう自分がちょっと病んでるなと思ったらジムニーに乗ってみてください。もしかするとあなたも幸せになるかもしれません。僕もちょっと心がけたいと思います。今日は本当に楽しかったです。